常年司チャンネルニュースの虎川ガオー、はい、始まりました。皆さんも面白かったら高評価ボタン、そしてチャンネル登録、最後にコメント欄に感想など書いていただけると嬉しいです。まあ、皆さんね、知っての通りね、私はゾンビ好きですよね。ゾンビ映画結構たくさん見てますし、ウォーキングデッドもね見てますけど、ちょっとウォーキングデッドね、最近なんかちょっとね、最近っていうか直近のシーズンね、ディズニーチャンネルでしか見れないんですけど、見ようかどうか迷ってんですよ。人間同士の争いみたいなメインになっちゃってさ、ゾンビどうでもよくなってんじゃん。ゾンビを愛する私としては、ちょっとこうゾンビのね立ち位置があんなこうバックグラウンドゾンビみたいなじゃなくてさ、ゾンビ主役でやってもらいたいなと思うんですけれども、そんなですね、ウォーキングデッドさながらのね、人間同士の争い、そこにねゾンビが登場みたいな展開がですね、なんと今年のですね参議院選挙、大阪選挙区で展開されるのではないかというすごい情報が入ってきましたので、皆さんに紹介したい。これはですね、またもやですね、新田さんのところですよ。サキシルお手柄ですね。下に記事の URL つけとくんでね、ぜひ皆さん読んでください。こんなヘッドラインです。参院選2022大阪選挙区、辻元清美ゾンビ化なら維新の牙城が一転修羅場にということで、辻元さんゾンビ化するんですか、噛まれてたんですかみたいな話ですよね。衆院惨敗の自民党の副長は野党間の主導権争いもということで、何がこの記事ね書いてあるかというと、前回のねこの参院選、松川るいさんが実はトップ当選してるんですよ。維新の候補が2人通っていて、あともう一つは公明なんですよね。だから与党が2議席、維新が2議席で、いわゆるこう左系の野党がですね全部追い出されたような感じになってたんです。ただ前回の選挙の時は大阪都構想のね住民投票で維新が敗れてですね、リベンジみたいな感じですげえ燃えてたんで、二人当選したんじゃねえかと。さらに言うと、松川さんはですねめちゃめちゃ前回票を集めてるんですけれども、今回ねちょっと衆院選の時に大阪選挙区全敗だったでしょ、小選挙区では。だから維新が全部取っちゃったわけだからさ、そういう意味で松川さん前回ほど票取れないんじゃないかみたいなね、そういうちょっとガタついてるところね。まあ今回だから維新にはですねリベンジの風は吹いてないし、前回バカ勝ちしてるしね、逆に松川さんで自分はバカ勝ちしたけど、前回の衆院選では維新がバカ勝ちしてるんで、ちょっとこうリベンジみたいなちょっと微妙な雰囲気の中ですね、なんと辻元清美さんがゾンビ化、参院選復活なのではないかということで、まあこれね維新のね我らがあだっちゃんこと足立康さんがねツイッターでも言ってたんですね、いち早くね。11月12日去年のね、もうすでに言ってて、辻元さんはまだ死んでいません、来年の参院大阪選挙区に出てきたら与党は大騒ぎになりますというふうにね足立さんは言ってたと。タキシーのこの記事によるとね、足立氏の発言は辻元氏が復権した場合、岸田政権や維新で進める改憲議論にマイナスになることを懸念しているとのことだろうと。ただその以前に選挙も大騒ぎだ、存在感ある辻元氏が出てくると、それこそ朝日新聞などの左派マスコミが面白がって取り上げるに違いないと。さらにねタキシルによるとね、先月発売の月刊花田の連載でも書いたが、辻元氏の落選後のメディア露出の急増は半端ではなかった、メディア関係者の辻元審判が一定数いることを改めて感じさせた、もちろん候補予定者になるとテレビの露出は抑制されるだろうが、絶大な知名度、生粋の関西人、生まれは奈良である彼女が政治生命をかけて、今こそ憲法と平和、暮らしを守らんとあかんというストーリーの出馬となれば、19年の立民候補者の35万票などは優に超え、旧民主から維新に流れていた無党派層を引き離す可能性もあるということでですね、ちょっと警戒しているということです。ただね、当の辻元さんはですね、MBS ニュースね、私がまあラジオの方出てますけれども、その MBS のテレビの方のニュースかな、こちらに出てですね、今後尋ねられても、もう少し自分のことを政治の場でした役割とか、それから今後、ニュー辻元に変われるか、試されているんだと思うんですよ。だから、一回はその毒を出すデトックスをして、白紙からどうしたいのかということを考えていきたい、というようなことを言ってるらしいです。わー、でもこれちょっと質問への布石かな。ちょっとそんな気もしますね。選挙って結構面白くてね、その人の名前とですね、顔が一致してると、思わず投票してしまうみたいな、そういう心理もあるらしいんで、絶大な知名度を持ってるね、辻元さん、もし参院選にくら替えしてね、それなりのストーリーでやってきたら、これは確かに脅威かもしれないですよね。ただね、そんな辻元さんもね、ちょっと不安要素はあるというふうに言ってます。このサキシルの記事によるとね、立民自体の票は前回やっぱ減ってるんですよね。これだから松川さんと同じで、自民党も票減らしましたけど、立民もね、票すごい減らしているので、風が吹くつってももともと分母ちっちんじゃないかと。そもそも大阪の議員っていうのは、比例復活で一人しかいないんですよ、今立民って。そんな状況なので、結構厳しいと。さらに言うとですね、旧民主党が国民民主と立憲民主に分裂してですね、結構長い間経ってですね、参院選もバラバラに戦っていると。今回もですね、玉木さんは複数選挙区については基本的に全部ね、候補者を立てるっていう風に言ってるので、票が割れてしまう可能性もあると。ただね、泉健太くんと玉木さんがね、話し合いをしてですね、統一で行こうみたいな、そういう話も出るかもしれないんで、ここはまだ何とも言えないですけれども、この分裂があると。さらに言うとですね、台風の目が令和新選組でね、大石明子さんっていうね、もう維新目の敵にしてる人いるじゃないですか。これがね、おそらく出てくるだろうと。大阪選挙区で。それで、維新を目の敵にしてわーってやるとですね、反維新でやろうと思ってる辻元さんと、内容バッティングしたでしょ？ここでも割れんじゃねえかみたいな、ね、話でね。じゃあこれ選挙区調整でね、野党共闘でここが全部まとまるかと。国民民主と立憲民主と、それから令和新選組、これは全部話し合いして、
して辻元さんに統一候補みたいなことやるかどうかと、ここがまあ辻元さんのね政治力というかグリップ力というかなんというかな、ここでゾンビ化できるかどうかが決まるということですよね。だからもう開き直って T ウイルス飲んじゃうみたいなね感じでうーってこうなったもん勝ちなところがあるのでやるのかなということですよね。こんな感じで今後ですね辻元さん出てくるかどうかっていうのはその野党の中の政治情勢ね、さらに言うとですね与党、まあ大阪では維新が与党ですけれども、大阪の与党である維新と全国のね国政与党である自民党と、もうこのね力関係でいろいろと変わってくるんですが、もし出たら大阪は大騒ぎ、人間同士の争いでねもうちょっとゾンビどっか行っちゃうみたいなウォーキングデッド的な展開になるのかなというふうに思いました。今後ね参院選に向けてですね、まあ大きな流れっていうのはやっぱあれですよね、流行り病ね、流行り病の感染者数が増えれば岸ピンチになるし、それからあとこの間のジョネトシクルト氏でね産経新聞の正論のね有本さんがおっしゃってましたけれども、橋本内閣の時も全然マスコミが橋本内閣批判しないっていうことがあったんですが、増税やってやっぱ国民の怨嗟の声でねやっぱ選挙負けたということがありましたんで、岸がね調子こいてね増税あんまりちらつかすと実際にやってなくてもこいつ増税やんだろうみたいな感じで足元見てですね民心は離れていく可能性もなきにしもあらず、だからあんまりね岸はね増税をおもちゃにしない方がいいと思うんですよ。消費増税はやらないって言ったから消費税のことはさすがに言わないですけど、それをやらない代わりにねせこい増税とか雇用保険料の値上げとかね、あと自賠責も上げるとかせこいこと言ってんじゃん、ああいうことあんまちらつかすとね国民はねブチって言ってしまってね大変なことになっちゃうかもしれません。松川るいさんの議席がかかってますから、その辺もねしっかりと考えていただける、松川るいさんだけじゃないですけどね全国の自民党の議席かかってますから、その辺はですねしっかりと考えていただければなというふうに思っております。ということで辻元清美さんゾンビ化するかしないか、この辺はですね今後もね注目していきたいので、皆さんぜひね新田さんのサキシルチェックしていただけるといいかなというふうに思いました。ということで今日の内容面白いなと思った人は高評価のボタン、そしてチャンネル登録お願いします。最後にコメント欄に感想など書いていただけると嬉しいです。ガー